光秒は主として天文学で用いられる距離の単位である。秒とついているが時間の単位ではない。一光秒は光が1秒間に進む距離と定義される。メートルが光が299-792-458分の1秒間に進む距離と定義されているので、一光秒は正確に299-792-458メートルとなる。 これは地球を7周半した距離におおむね等しい。光年や光秒と同様にして以下のような単位も定義できる。どれも普通に長さの単位として意味があるものだが、冥王星軌道より外側の空間を舞台にしたハード SF などで光日が便利に使われる等の他は、さして便利でもなくアトパーセク等と同様のユーモラスな単位の一種と言った方が近いかもしれない。 光マイクロ秒や光ナノ秒などは、それぞれ 1MHz、1GHz の電波の波長であり、そのような高速のクロックで動作する電子回路の設計を説明するものとして、たまに引用されることがある。ウィキコートを参照。バグにまつわる有名な本物の虫が見つかった、最初の例がリレー式、つまり電子回前のコンピュータであったように、ホッパーは、 エレクトロニクスによる高速化の威力を世界の最先端で目の当たりにした世代の技術者であった。ありがとうございます。